はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ウイスキーを久々に、紹介しましょう。ウイスキーのですね、ブラックニッカのディープブレンドという、商品なんですが、最近こっちのラベルの方に変わったんですよ。で、これ昔の方がこっちなんです。こっちが昔のね。で、これ飲み比べようと。以前、新しいラベルになるということで、味も変化するんではないかと思い、一応、この古いバージョンの方を買っといたんです。で、どう違うか。両方とも、アルコール度数が 45%。このディープブレンドはね、むちゃくちゃコスパがいいというね、個人的にはとんでもないコスパがいいんですけど、下手したらまずくなってるんちゃうかと。原材料が両方ともモルトとグレーンとなっております。あら？古い方は、製造者が日華ウイスキー株式会社。販売者がアサヒビール株式会社。しか書いてないんですが、こちらにはですね、販売者がアサヒビール株式会社。これ同じですね。で、製造者が書いてない。で、製造所が書いてあるんです。製造所が、日華ウイスキー株式会社の千葉県のところで作っていると。こっちは、製造者が日華ウイスキー株式会社で、東京都港区の、方になっている。これワンチャンあるぞ、これ。これあれだろ。作ってる場所変わったんだった、これ。これあるぞ。味変わったパターンあるぞ。また劣化したパターンあるの。富士山麓とかもね、あれだからな。富士山麓とかも。あ、もう終盤になったんだっけ、富士山麓。あれ、もともと富士山麓新しくなってまずくなったんで、二度と買ってないです。古いやつしか買ってないんですよ。よしと。どちらも値段が、新しくなったからちょっと値段上がったんかな ?1300 円ぐらいか1400円ぐらいなんだ。こっちはもともと1200円ぐらいだった。いろいろと、値段が変わった。というか、値上げしたっていう感じだかな。こっちが古いやつ。こっちは新しいやつ。飲み比べ。テイスティング。いただきます。まず古い方から。45% だけあって、とんでもない来るな。辛い。辛いけど、これハイボール要因だな、これな。ちょっと辛いな。ストレートで飲むには非常に辛い。でもピート香が感じられますね。なかなか1200円にしては。
あのこんなにここまでピートの香りするやつないですよ。さてと、新しい方、カンピー。辛くないぞ。いや、ピートも感じる、確かに。でも明らかに辛くないな。なんかマイルドになってる。これは気のせいか。あ、これ全然違う。これ全然マイルドになってる。あ、全然違う、これ。こっちの方が明らかに辛い。で、こっちはマイルドなんだけど、なんだろうな、これ。あ、これ変えたな。あ、これ変えたな。これ変えたな。あ。こっちの方がやっぱピート強いぞ。ピート校、燻製校。あー、これやった。またブラックニッカのアサヒビールやった。ニッカウイスキー。また味変えたわ。何にも変わってないパターンでさ、あのラベルだけ変更しましたって言って、あの実は中身変わってるパターン。あ、全然違う。ピート弱くなってる。うん。これ弱くなってるな。間違いないね、これ。確かに丸くなって飲みやすくなってる。あの口に入れた時にね、あの舌にね、あのピートがね、がっつりこっちの方来るんですよ。こっちはがっつりね、あの舌にね、
へばりつくようにね、あの、ピート光が、データン光が、スモーキーさが来るんですよ。ああ。もう、あの、下にこびりついてくるな、これ。ああ。で、あの、その後に辛いっていう、あの、上に、アルコール臭がブワッと来て、あの、鼻につくような、あの、辛さがあるんですけど。これやらかしたな。あのね、こっちはね、やっぱね、口の中にね、なんか渋っていうぐらい、なんか口の中に、ピートの、香りっていうか、ピートのさ、風味みたいなのが口の中に、もうなんか、へばりついてくるんですよね。あ、これダメだ。これ変わった。またやらかしたよ。またやらかしたよ。ラベル変えました。中身変えてません。で、実は変わってます。実質値上げです。みたいな。だって、こっちの方が美味しい。で、こっちの方が薄くなってるんで、のにもかかわらず、この時点でもうあれじゃないですか。値段一緒だったらもうこの時点で、こっちの方が軍配あるんですよ。それなのにもかかわらず、こっちを発売したことによって、こっちの方が値段上がったんですよ。定価が上がったんですよ。1400円ぐらいになったんです。200円ぐらいこっちが上がったんです。ということは、つまりダブルパンチ。まずくなった、値段上がった、終了ダブルパンチ。これあれだわ。終わった。これ終わったな。まあでも、まあでも確かにこっちも別にまずいってほどまずくもねえんだけど。まあ普通にハイボールにして、まあピートの感じもちょっと感じはするんだけど。変わったな、これ。ということです。これはあくまで俺の独断だから。独断ですけど。まあ、でも、まあ、でも値段としてどれぐらいなんだ。アマゾンでちょっとググるか、ちょっと。アマゾンでちょっとググるぞ。ディープブレンド値段が約1400円、 Amazon で1382円となっております。
ホワイトオークのシンダルで熟成を重ねたモルト原酒と、樽熟成させたカフェグレーン原酒を使用。と書いてあります。もう多分古いやつ売ってないですね。間違いなく。まあ、あれみたいなもんだな。あの、角瓶で言ったら黄色角瓶がこっちで、黒角瓶がこっちみたいな。そんな感じじゃない。まあ、わかりやすく言うと。うん。まあ、ストレートで飲むのはちょっと厳しいんで、アルコール度数きついんで、あの、トゥワイスアップで、あの、1対1で水で割って飲むとか、まあ、もしくはハイボールで、あの、飲む。とかですね。うん。まあ、すればこっちもうまいはうまいんだけど、まあ、まあ、うまいはうまいんだよな。まあ、うまくはないこともないんですけど、まあ、やっぱこっちの方がうまかったっていう、まあ、事実ですね。うん。これは、あの、黄色革命じゃない、黒革命か。黒革命もあれも終盤になっちゃって終わっちゃったんですよね。あれも非常に残念なんですけど、あれずっとハイボール要因ですげえ、ハイボール要因だったんですよ。黒革命は。あれなくなっちゃったんで、あまあ、まあでも、でも革命だって黄色革命、これと同じぐらい値段するでしょ。企画。黄色革命高えんだよ、大体、サントリーは。あの、クソサントリーはな、高えんだよ、大体。大体高えんだよ。そもそも。ほら、ウイスキーの革命なんて1458円ですよ。高いっつうの。高い。それだったらこっちの方がうまいっての間違いないですね。黄色革命を買うんだったらこっちの方が絶対コスパいいと思う。うん、ただこっちの方がやっぱり美味しかったっていうのはまあ、まあ俺が実際にちょっと味わってみてね。うん、思った感想としては。うん。やっぱこっちの方が、こっちの方がピードくるな、これな。スモーキーさが全然、こっちの方がやっぱあるわ。はあ、やっぱあれなんかな、日課ウイスキーも、まあ、サントリーもそうだけど、原酒不足なんだよね、結局ね。原酒不足、すべてはマッサンのせいです。すべてはマッサンのせいです、これ。NHK があんなクソみたいなドラマ作って、なあ、朝ドラか昼ドラか知らんけど。そのせいであの、にわかファンがさ、あの、ウイスキーをさ、買いまくりさ、した結果ですよ、これ。ということで、今回、まあ、星をつけるならば、こっちが四つ星、こっち五つ星みたいな感じかな。うん。四つ星、五つ星って感じですね。コスパで考えると、まあでも実際そう考えてもあれだよ。こっちの方が美味しいと思うぞ、角瓶よか。絶対。絶対こっちの方が角瓶よかはるかに美味しいと思う。基本的にハイボールで、あの45度だから、まあハイボールにぴったりです。ハイボール用意にぴったりです、これ。うん。コスパはいい。これでも四つ星いけるわ、全然。個人的に四つ星ぐらいだ。こっち五つ星だけどな。やっぱこっちの方がうまかったな。ああ。まあ、ええわ。まあ、そんなとこです。これ信じるか信じないかはあなた次第ですよ。自分で買え。もう多分ヤフオクとかで売ってっから、自分でちょっと確かめてくれや。ヤフオクで多分こっちの方売ってるから。ググれば。多分。飲み比べしてみたいって人はもうこっちと、まあ、こっちは普通に売ってるから。
スーパーでも売ってるからいいけど、こっちヤフオクで多分、まあ、安、わかんねえな。安いかどうか知らんけど、まあ、こっちも多分や、割かし手頃で買えると思う。まあ、飲み比べして、ちょっとコメント欄でね、コメント欄で、この下の、コメント欄で、いや、俺はこっちの方がうまいとかさ、ね。テイスティングした結果、両方飲んでみた結果、いや、こっちの方がうまいってとかって、まあ、言う人もいるとは思うんで、まあ、そこら辺はまあね、あれ、コメントね、いただけると、嬉しいでございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイビー。